い、皆さんどうもこんにちは、イブと申します。よろしくお願いいたします。今回もですね、スイッチバージョンのね、キングダムハーツの体験版の方でね、遊んでいきたいと思います。うわ、ガチ映像綺麗だな、すっげー。このゲームもね、実はね、やったことないんだよね。やったことないし、実はね、見たこともなかった。あ、でもこの、あれ、このシーン見たことあるぞ。これあれじゃないの、あのなんだっけ、バースバイスリープ、主人公が3人いるやつじゃないの。ベントスとテラとアクアのやつ。え、違う、なんか見たことない。あ、ほら、そうだよね。おー、うわー、懐かしいなー。おー、おー、おー、やはり語彙力が失われすぎている。マジか。うわー、すげー。おー、うわー、やっぱりさ、こういうの見てたらさ、今までのやつもう一回やり直したくなっちゃうんだよな。こう、一番新しいやつというか、まあ、このシリーズが何パターンかあるわけじゃないから、まあ、ここにたどり着くまでに、何作品かって今ここにたどり着いてるわけじゃないか。だからこれが、まあ、要は一番新しい状態なわけじゃないから、自分で言うとね。だからこれも、やりたいけど、なんか連続でやりたいかもしれない。1から。だからこのキングダムハーツがあるわけじゃないか。久しぶりに見た。あ、出た、王様。あー、このシーン覚えてるよ。任せて、ちゃんと覚えてるよ。うわー、すげー。出た、記憶したか。うわー、来たー。マジか。おー。なんかな、続けてやりたい。どうしても間空いちゃうから。それで言うと、1、1回配信してて、で、2も配信してて、最終的に、バースバイスリープ行ってってやってるんだけど、今日ね、バースバイスリープってね、実は途中で、出た。え、嘘だろ、そう、悲しいお知らせ今入った。え、嫌だ、え、嫌だ、嫌だ。高画質がいい。出た。いや、それで言うとシオン好きなんだよな、この黒髪の女の子で。うわー。それで言うとアクセルガチいいやつだよな。うわー。わ、今感動してたけど、低画質モードになった瞬間の悲しみでかかったわ。マジかよ、やだよ。うわぁ、マジか。それで言うとね、前作もちょっとできてないから、したいね。それで言うと、どうしても今、バースバイスリープ、まだベントスの途中で終わってるから、一旦ベントス終わらせて、テラとアクア行って、他のやつやってな。うわぁ。瞬間見たことないぞ。なんだ今の赤ブロック。うわー、うわー、すげー。いや、そう、キングダムハーツってそうそういろんな種類あるわけ。うわー、これなんだ、どれのやつなんだろう。自分が忘れてるだけなのかな。てか、これ何してるの、チェス。チェスなんかね、一回だけ実はやったことあるんだけど、ルールが全然わからなかったんだよ。で、なんか友達に教えてもらいながらやってて、みたいな。だからもう必死すぎて、ね、あんまり記憶にないんだけど、まだルール覚えられてないし、それで言うと。おー。何や、あのカバー欲しいな、あのバッグ欲しいな。あ、てか成長したな。マジかよ。誰見せるの、成長したなって。消えるな。おー、あ、スリーか、これスリーやったことないんだよね、実は。うわー、やりてー。あの、あれでしょ、ベイマックスとかほら、いろいろコラボしたやつでしょ。いや、わかってるよ、それは。うわ、価値か、胸圧展開。おー、マジか。おーい、マジか。そう、実はね、スリーね、やったことないだよね。体験版も普通のなんていう、商品だって終わった。もうないんだけど、ガチか。うわー、やりてー。いいなー。まだ3に行くまでのストーリー1ミリも終わってないけど。うわー、ガチか。何入手したって書いてた。プラス、リマインド。あ、見てた。はい、選んだつもりで選べてなかった。うわー、ガチか。てか、なんだっけ、パオフの実か。あの、星型の黄色のやつ。待って、もう大興奮すぎて終わった。繋がる心が俺の力だ。みんなも一緒に。
マジかよ。めっちゃいい。これ何の SNS？ いや、やるわ。自分もやるわ。めっちゃいいじゃん。うわー、マジか。うわー、繋がりてー。めっちゃいいじゃん。いや、繋がりてーじゃないんだよな。あー、大きいのだ。ん？おー、出た。だいたいここね、あれなんだよね。ディズニープリンセスなんだけど。おーい、いいね。救うべき心は7つ。へー。なんでやだ、なんで嫌だ。いや、まじで、授業できるだけありがたいけど、それで言うと。おー。あ、はい。はい、オッケー。その辺はあんまり変わらない。操作自体は動いて、目線変えて、あ、やべ、ジャンプできなかった。特定の状況でシチュエーションコマンドが現れ、あ、X パターンで OK。はーい。それでそこはちょっと違うね。え？そんな悲しいことある？え、嘘だろ？こんなにエンジョイしてんのに。いや、できるよ。いけるよ。なんでだよ。え、待って、嫌だ。嫌だ。体験版ってなんか、その、プレイできる時間が決まってるんだよね。あれと一緒なんだよ。バイオハザードのビレッジか。あれとか、もう体験版できたんだけど、1回15分、20分とかなんかね、時間決まってるはずなんだよね。それで言うとさ、これってさ、どうなるの？え？嫌だ。なんでだ？誰だ、ネットワーク混雑させてるやつ。それみんな痛いな。え？嫌だ。消えないでほしいけどさ、これさ、この動画さ、ボツになったらさ、いや、できなくない体験版。どうなんだろう、これ、このまま出していいのかな。今のとこいけてるな。ただ、ちょっと回線が、まあ、ブスであるな。君は何を求める？いや、わかんないよ、何求めて何で、どういうこと？いや、パニックすぎる。不思議な力を求める。何？体力か。体力を求める。なんて書いてる？荒いな。ちょっと待って、これ選んでさ、あれできるやつ。あ、均衡か。あ、やばい、これ選ばれた、勝手に。あ、違う違う、やだ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 。あ、違う違う、危ない、操作選ぶとこだと危ない。え、これ3つなんだよね、それで言うと。他にいっぱいある？違うね、あれは、なんか後ろにいっぱいあるだけで違うもんね。それだって一番左の魔法がいいな。ちょ、すいません、魔法でお願いします。不思議な力って魔法のことだもんね。不思議な力を求める。能力を駆使する。あ、やべ、読めなかった。これが君の求める強さ？うん、そう。やばい、とりあえず急ごう。おー。いや、これさ、今のさ、この状況も含めてさ、より3やりてえな。いいなぁ。3。いや、まだ買ってないっていうか、持ってない。あー！出た！この間の体験版のやつだ。コラボ来てた時超ビビったもんな。やばいやばい。え？やだ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 。いやいや、ゲームできるよ。できてるもん、今。なんでだよ。そんなことないよ。え、嫌だ。もしかしてさ、今日めっちゃ重い日なの？なんで今のなんか犬みたいな、クマみたいな、可愛いな。君は何を学びたい？学ぶの？学ぶ？これは？守り抜く力。やばいやばい、ちょっと違う方行かないで。やばいな。コントローラーが終わりすぎている。攻め込む力。まあ、防御力。あれみたいなこと。不思議な力。不思議な力に全入りしてやろう。目には見えない。内なる強さ。これが君の学びたい力。うん。だいたい、不思議な力に振っておけばなんとかなると思い込んでるタイプ。いいよ。これめちゃめちゃ重いな。これ大丈夫かな？これ動画出して大丈夫か？いや、けどさ、チャンスがないわけ。買えってことか。やばいね。やばい。でも欲しいは欲しいんだよ。それで言うと。けど一旦さ、過去作終わらせてから欲しい。どういう状況？ウケるな。あれやってないやつだな。これはやった。覚えてる。あ、終わった。あー、ダメだー。まあ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 、しょうがない。これはしょうがない。逆に体験版で遊べるだけありがたい話だもんな。うわー。気になるね。いや、気になる人今いると思う。大丈夫。本人も気になってる、これは。うわー、面白かったなー。いや、やっぱキングダムハーツっていいよなー。
これ長くなるな、終わろう。年内ね、チャンネル登録者数ね、1000人超え目指してるんでね、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とかね、家族とか、まあ別に誰でもいいけど、こういう人いるよって宣伝してもらったりとかね、なんかお伝えしてもらったらね、助かります。YouTube 以外にもね、Twitter、TikTok、インスタって何かしら投稿してるんでね、そっちの方も反応もらえたら嬉しいでございます。概要欄の方にね、各々リンク貼ってあるので、ね、そっちの方から飛んでもらったら楽かな。まあ終わろう。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。